おはようございます。2021年4月5日午後時35分の波状況です。もうね、風の方、北西の風の方がだいぶ強いです。4、5メーターぐらいあって、だいぶね、うねりの方抑えられちゃってます。で、こんな感じです。タラタラタラ乗れんことはないかなっていうぐらいな、まあそんな波です。ちょっと乗るの厳しいかもしれないですね。で、まあ天気の方は晴れ、まあ曇り、晴れベース曇りみたいな感じで、気温の方が13度です。でも厳しいよねこれね、多分。でもう風の方が今日北西が一日強く吹いちゃう予報なんで、まあうねりはこれぐらいでありそうですけど、うん、厳しいですね。で潮の方もそんなに夕方下げてくるぐらいなんで、昼から午前中はまあそんなに潮の変化はないかなっていう感じですね。明日の方が風弱いのかなこれ。まあそんな感じの予報になってます。明日の風はどうでしょう。下の方が弱い予報になってるんですけど、今日もね、本当は今日弱い予報だったんですけどね、昨日が比較的良かったんでちょっとずれてきてるのかな。うん、さあどこでやろうか悩ましい。まあ結構昨日いい波でみんなやったと思うんで、今日は来るメンツも少ないんじゃないかなと思ってますけど、今週やれそうなのがもう今日明日ぐらいですね。うねりが残りそうなのが、もうその後多分サイズ下がっちゃうんで微妙にはなってくるんですけど、潮の方が今これ大潮かな、中潮ぐらいになったかな。今日小潮ですね。小潮、今が干潮、朝の干潮で10時52分が満潮。ちゅっても20センチも変わらんぐらいですね。
ぱ朝満潮なんですよね。今週末大潮で、春の大潮は結構引くと思うんで、まあやれ、まあちょっとね、波高の方が上がりそうもないんですけど、まあやれるじゃないですかね、潮が下げればっていう、そんな感じはします。まああの辺でやろうかな。一人入っとるけど全然乗れてなくって、風の方がちょっと西寄りなんで流されてますね。西に、あ、西に、東に流される。来週末は潮干狩りにいいんじゃないでしょうかね。昼ぐらいが干潮なんで。まあ今日はね、そんな感じの波状況になってますっていうとこで終わろうかなと思います。まあ今日は昨日疲れたなっていう人は休んだ方がいいかなと思いますんで、そんな感じでやられたはいいんではないでしょうかというところで、いつもね、ご覧いただいてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。今朝も生存確認していただいてありがとうございました。それではまた。